暑いですね。さっきゲストが入ったらそこ真ん中に持ったら、そうだね。何人入るんだ。6人入る。6人あでも前にボーカルが2人座って、あと後ろに立っててもらって、喋る時は前に出てもらって、まあ、そうするしかないですよね。どこにいますか。リーさんそちら、ルーディーさんがじゃあゲストコーナーでこちら、こっちに、ずっとこっち。私はズルの前にはどっかにマイクの前にどっか戻らないといけないんですけど、ああじゃあゲストを考えたら一回はけるので、了解いたしました。あと何分ですか。あと1分40です。はい、暑い。ミキよりよ空調入れました。マックス気持ちこっちによる感じ。じゃあ一旦マックスにしましょうか。マックスまでは行ってなかったんでマックスにしました。行きます前です。よろしくお願いいたします。暑い。今全開で連邦さんが仕事してます。お願いします。では行きます。はい、じゃあよろしくお願いします。クリスタルレインボークラブデリシャスなラジオ、表現する者たちの月明かりへようこそ。パーソナリティは下町エレガント大使ピンク台風キリンがご案内いたします。朝までやらないクリスタルショータイム、ドラマチックにストーリー、愛してやまない人間模様、同じ気持ちを分け合ったり誰かの気持ちが元気になりますように、今夜もキラキラな夜をお届けします。デリシャスのラジオクリスタル、2013年8月26日月曜日21時オープンです。見て聞いて参加する番組、ラジオだけど見逃せない、楽屋トークだって公開、気取ってなんかいられないライブのようなラジオです。ルーディーこと執事伊藤、コンシェルジュマネージャーおよびクリスタル相談役、いなくては困るポジションを目指しています。頑張りましょうね。キャプテン D。 はい、ベテラン新人ダリアモンドミチナは進化中、ニョキニョキ隊の教育係も増え、てんてこまい。おしゃれチェックもありますからね、頑張りますよ。ワンちゃんのことならお任せくださいね。ズーランドのコーナーを担当します。ルーディーサポートお願いしますね。はい、もちろんです。かしこまりました。それではミッチナ、本日のラインナップお願いします。はい、了解です。3分間のラブレター、キリンさんの一言で心がほんわかしたりチクリ痛かったり、今日はどんなでしょう。さあ、今月のマンスリーゲストはガンジー。先週外人、外人って呼んじゃった、ごめんね。ガンジー、はい、イケメンボーイズ、ボーイズ、楽しみですね、はい。さあ、そして今週はズーランドですね、道長がお届けします。ミュージックシャワーは音楽兄さんルーディがおすすめの曲、楽しみです。そして道長がハマっているショートストーリー、
シンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。こちらもぜひチェックしてください。なあ、今日はたくさん、はい、5人数で、びっくりしちゃった。メンバー全員来てくださってますからね。ねえ、ありがたいよ。楽しみですね。私たちだけだったからね。そうね、ちょっと寂しい感じもありましたからね。寂しくはないでしょ。あ、そう、それはそれで。あ、でも最後喋り倒して、3人中に喋り倒して、まあでも今日はこうバッと盛り上がって、そうですね、華やかにね、テラスも見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。こんなにたくさん、だいぶ涼しくなったからね。あ、今日過ごしやすい。そうそうね、よかったよかった。もう猛暑来ない？いや、来るな。まあ、来るんだ。来るんだ。もういいよこれで、秋で。もう無理、ね、特に昼間やめて、ね、あ、確かに確かに、はい、さあ、じゃあ始めましょうかね。はい、はい、あっという間の1時間ですからね。はい、始めなくちゃですよ、キリンさん。はい、どこから聞いても楽しめるクリスタルキラキラナイトの始まりです。DJ キリンの3分間のラブレター。日常の中にあるドラマは時には優しく、時には切なくて、言えなかった思いや聞いてほしい気持ちが溢れています。自分のことは分からなくても、誰かの話なら気づくこともあります。今日もどこかで聞いてくれているあなたへのラブレターです。6年目に突入しています。ラジオ活動クリスタルが誕生してからは3年8ヶ月、毎週登場してくれるミュージシャンの皆さん、素敵な人、素敵な曲もいっぱい、シンガーソングライターがこんなにたくさんいることを知りました。その中で惚れ込んだ曲がいくつかあります。今日はその中から1曲聴いてください。夏戦で君に伝えたいこと。これね、かわいいの。うん、いつ頃、最近の人じゃなくてないよね。すごい。よろしくお願いします。え、どこ座ったらいいですか？